クリスティアン・ファスナハトは、スイス中立出身のサッカー選手、BSC ・ヤング・ボーイズ所属。ポジションはミッドフィールダー、またはフォワード、スイス代表。ファスナハトは、BSC ・ヤング・ボーイズが、実に32年ぶりに、リーグ優勝を果たした、際のメンバーである。このシーズンにファスナハトは、レギュラーとして活躍し、リーグ戦では11ゴールを挙げた。 2019年10月3日 UEFA ヨーロッパリーグのレンジャーズ FC 戦にて試合終了間際に決勝点となるミドルシュートを決めた2021年2月25日にはヨーロッパリーグベスト32のバイエルレバー空前戦にてにゴールを挙げクラブ史上初のベスト16進出に大きく貢献した2018年10月13日ベルギー代表との親善試合にて スイス代表デビューを果たした。翌年11月18日、ジブラルタル代表と対戦したスイスは、ファスナハトの代表初ゴールを含む1ゴール1、アシストの活躍によって6から1で勝利した。2021年5月31日、UEFA ユーロ2020に臨むスイス代表26人に選出された。ありがとうございます。